ございます。ただいま、今日はですね9月の23日そしてただいま、朝の7時でございます。ごめんなさい、ちょっと朝日が強烈だったんでサングラスモードのまんまでした。失礼しました。ですね、なんで朝早くからこんな車運転してるのかと言いますと、本日はアウェイブラブリッツ秋田さんのホームでモンテリオ山形 J2 リーグ第37節になるのかな、その試合を激アツ応援するために朝の5時前に山形市内の自宅を出発して、ようやくここどこだ、道の駅清水の里町会号っていうのかな、そこまで、2時間ちょっと走りっぱなしでやってまいりました。ですね、本当に2時間10分ぐらい走って114キロぐらい走りましたかね、ノンストップでノンストップというか休憩なしでずーっと下道でやってまいりました。さすがに疲れました。テンションめちゃくちゃ高いです。で、その今日の対戦、ブラブリッツ秋田さんとの対戦なんですけども、まあ、J リーグの中で J1、J2、J3 全部で60チームあるですよ。で、まあ、モンテリオ山形が一番好きで一番リスペクトしてるわけではございますが、モンテリオ山形を外した残りの59チーム全チーム全サポーターさんをリスペクトしておりますが、その中で一番リスペクトしてるチームサポーターさんがブラブリッツ秋田さんなんです。いやー、もう本当に素晴らしい選手、スタッフの皆さん、そしてサポーターの皆さん、そして地域の皆さんも本当に素晴らしいっていう風に聞いてますので、なんとしても現地で観戦したいっていう思いがずっとあって、でやっと今日その思いが叶ってスタジアムに向かっている途中でございます。いや、本当はね、バスツアーでザオブルワリーさんの、ビール飲み放題っていうツアー申し込んだんですけども、残念ながら最小推行人数に達しなかったためにちょっと中止となってしまいまして、でね、一度ね、その遠征するぞっていう気持ちパチッと入って、もうめちゃくちゃ燃えてたんですけども、ちょっと残念ながらそのツアーの方が今回中止になってしまったので、まあその一度ついた火をね、こう鎮火させられなかったんですよなのでチケット自分でゴール裏のチケット取りまして、じゃあ行こうじゃないかということで、最初はね 125cc のちっこいバイクでトコトコと動画撮影しながら来ようかなと思ったんですけど、ちょっとね距離もあるし、最近天候も不安定だし、あとは結構山の中へ行くんで道険しいよっていう風に教えてくださったんですよ、多くの方が。なのでじゃあそれだったら安全第一で車で行こうということになりまして、ちょっと今やっと休憩してるとこなんですけども、さすがにちょっと疲れたっていうのが正直なところでございます。で、スタジアムの方まで残り86キロという風に表示されておりますので、ちょっと安全第一で休みながら向かいたいと思います。ということで、ブラブリッツ秋田さん、そして秋田サポの皆さん、そして秋田の皆さん、よろしくお願いいたします。もうお互いのチームでバッチバチに盛り上げて、この J2 リーグ第37節今節で一番熱いホットな試合にしましょう。その中でモンテリオ山形負けませんよということでございまして、これから安全運転でまたスタジアムの方へ向かって出発したいと思います。よし、行くぞ、勝つぞ。ございます。ただいまの時刻が9時7分、無事に、ソユスタの方に着きました。ほぼ予定通り約4時間で到着しました。いやー、正直疲れました。でもここから初めて訪れるソユスタですけども、もう負けられない戦いなので、もう
で今日ね、あのゴール裏、ビジターのゴール裏が全席完売してるそうです。なのでアウェーですけども、かなりのホーム感の中で戦えると思います。フラッグも持ってきました。激アツの応援で選手を後押しします。では行ってきます。はい、時間はまだ10時40分なんですけども、記念すべきソユースタスタグル第1弾買ってまいりました。じゃじゃじゃーん、こちらショッツル焼きそばでございます。めちゃくちゃ美味しそうです。こちらを食べて秋田さんを食べちゃうということで、モンテの勝利間違いなし。ではいただきます。はい、秋田といったらババヘラアイスでしょう。こちらのブルーのアイスをいただいてみました。めちゃくちゃ美味しそうです。で、空もモンテブルー、ブラウブリッツブルーです。美味しく食べたいと思います。いただきます。はい、ではこちらいただいていきます。どうもありがとうございました。はい、こちらブラウブリッツ秋田さんのグッズを購入してまいりました。まずはこちらブラウゴンのぬいぐるみ、そして1000円ガチャ、そしてユニフォームピンバッジ、こちらガチャです。で、吉田監督のお言葉が入ったおみくじ、さあこれだけ買ってまいりました。まずはこちらリストバンド、ブラインド商品なんですけども、どなたが出るか、はいはい、50番、加賀選手、元モンテ選手の加賀選手が入っておりました。ありがとうございます。そしてピンバッジ、はい、こちら高志選手って書いてますね。ちょっとごめんなさい、わかんないので後で調べておきます。そして吉田監督のおみくじ、こちらが、おお、こちら見えますか、最強、最強を引き当てました。よーし、モンテリオ山形、今日これで勝ち決まりですね。よし、行くぞ、勝つぞ。
ります。販売収益の一部がフラウブリッツ秋田の支援金となります。でございます。無事に自宅の方に帰ってまいりました。ちょっとお聞き苦しい声で大変申し訳ないです。もうなんていうかね、もう今までって一番声出して応援してきました。もうゴール裏の一番前でもう応援団のこう大ハット大旗振りをしている方のすぐ後ろで、本当にもう90分間声を出し続けてクラップして、この選手を思いっきり後押ししてきました。いやー疲れました。で、無事にやっと帰ってきたんですけども、ちょっと本当に声がお聞き苦しくて本当申し訳ないです。これでもマシになってきた方なんですけども、早速なんですけども、今日の試合の方を簡単に、本当に簡単に振り返っていきます。まずですね、今日は、前半の4分ですね、モンテディオ山形の藤本佳樹選手先制ゴールを決めてくださいました。ナイスゴールでした。もうゴール裏めちゃくちゃ盛り上がりました。もうこれはね、もうこのままイケイケどんどんっていうような感じで、もう2点ぐらい取ってくれるんじゃないかっていうような雰囲気になりました。ですが、あのキックオフと同時ぐらいからですね、スタジアムの真上の方ですね、
思った雨雲がブワーッとどん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 流れてきて、風はもう終始吹いてたんですけども、日中の暖かい風からこの雨が近づいてくるもう冷たい風に変わっちゃって、それでもう前半の早い段階からもポツポツっと雨が降ってきて、降ってきたと思ったらもうダーッともう結構強い雨が降っちゃいましたね。で結局その雨はあの後半の途中まで降り続いたんですけども、ちょっと本当ごめんなさいね、聞き苦しくてね。でまあその雨の影響もあったのかどうかちょっとわかんないんですけど、ピッチコンディションもガラッと変わっちゃいましたので、ちょっとゲームの展開もあのモテディオ山形でいい流れ作ってたんですけども、ちょっとなんかこううまくなんていうでしょう、進めていけない、もう文字通り水を支えたっていうような感じかなっていうような印象のまま前半が終わりました。で後半なんですけども、ちょっと雨はだんだん小降りにはなってきたんですけども、まだ降り続くっていうような状況の中で、ブラブリッツ秋田さんがこう作戦をうまく立て直してきてきたと思うんです。後半始まってすぐもうガンガンモンテディオ山形のゴールの方に迫ってきて、もうすごいプレッシャーの中で、一度ゴールへと揺らされてしまったんですけども、それが多分オフサイドだと思います。ちょっとまだ打像か振り返りとかしてないんで全然わかんないんですけども、ゴールキーパーのフリーキックに変わったので、おそらくオフサイドの判定だったと思います。ちょっと、ゴールネット揺らされましたけども、ノーゴールというような形になって、後藤正明選手がゴールを、まあ、ごめんなさい、ボールを蹴って試合が再開という形になったんですけども、そこからまた、ブラブリッツ秋田さんがガンガン攻めてきて、ちょっと、モンテディオ山形耐えきれなくなって、後半の6分ですね。飯尾龍太郎選手にゴールを奪われてしまいまして、その後もモンテディオ山形なんとかこうペースを握りかけたかなっていうような展開もあったんですけども、後半だけで見たらもうブラブリッツ秋田さんのペースだったかなっていうのが正直な感想です。で雨 もこうどん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 こう止んできて、最終的には後半の中盤ぐらいですかね、雨止んで、その後も雨降らなかったんですけども、やっぱりピッチコンディションがあんまり良くなかったような感じがしましたので、まあお互いがこうペースを握り合うというような形でそのまま試合終了という形になりました。いやー1対1、アウェーの地でちょっとというとあれですけど、負けなかったのはすごく大きいことだとは思うんですけども、正直ね、ちょっと今日はね、勝たなきゃいけない試合だったので、秋田さんには申し訳ないですけども、勝たなきゃいけない試合だったので、ちょっとこの敗戦じゃない、ごめんなさい。すいません。この引き分けですね。それで、失った勝ち点にですね、今日勝ち点1しか上げられなかったので、この勝ち点1がね、あのシーズン終了の段階で、どういう意味を持ってくるのか、本当に今日得た勝ち点1が、あったからこそプレーオフなり J1 復帰への足がかりになるっていうような一点であってほしいというふうに願っております。いやーまあゲームの振り返りはそんな感じでして、で今日ですね、まあスタグルとかもちょっとそんなに食べられなかったんですけども、スタグルも味わえましたし、あとはブラブリッツ秋田さんのちょっとね、新スタジアムのあと計画がなかなか思い進んでないっていうのもあったかとあるかと思うので、少しでも協力できればいいなと思ってグッズを何点か購入させていただいたり、まあいろいろと楽しませていただきました。その中でね、アウェーのゴール裏の、メインスタンド側ですね、そちらの方にもバスが、ブラブリッツ秋田さんのバスとか、あとはモテディオ山形のバスが来るっていうので、ちょっとそちらの方でバスが入ってくる様子も見させていただきました。先にブラブリッツ秋田さんのバスが来て、選手の皆さんがこうバーッと降りてきて、モテ側の、ね、サポーターの方にもこう挨拶をしてくださる選手も多くいらっしゃいました。そして最後に吉田監督が我々モンテサポの方に対して深々と頭を下げてくださいまして、
よろしくお願いしますというような激アツのメッセージもいただきました。やっぱりブラブリッツ秋田さんの選手やスタッフの皆さん、監督の皆さん、本当にもう心からリスペクトできる素晴らしいチームだなというふうに改めて思いました。ますますもうブラブリッツ秋田さん、そして秋田サポーターの皆さん、そして秋田にお住まいの皆さんのファンになりました。本当にね、今日勝てなかったのは残念だったんですけども、まあ個人的には、行きは片道4時間かけて山の中を一人寂しく走っていって、最終的には海に出て国道7号線を北上していって、なんだかんだで丸4時間かかっていって、帰りはねちょっと高速道路使って、それでも休憩の時間を除けばまあなんとか3時間ぐらいで帰ってこれました。いやー本当に疲れて、観光もあとはグルメとかもうそうもう全然できなかったんですけども、いやー本当にいい思い出になりました。なんとかブラブリッツさん、このスタジアムの計画をこう順調に進めていっていただいて、スタジアムのでこの問題っていうとちょっと大げさかもしれないですけども、クリアしていただいて、ライセンスが交付されることを本当に心から願っております。一緒に東北のサッカー J リーグを盛り上げていきましょう。さあそんなわけでして、次は、前回もお伝えしましたけども、10月1日徳島ヴォルティスさんをホームにお迎えして14時キックオフのデーゲームとなります。この試合からホームもいよいよデーゲームという形になります。そしてこれも前回お伝えしましたけども、山形市内を会場にして山形まるごとマラソンが開催されます。で交通規制が至るところで敷かれますので、普段混まないような道にも交通規制を避けて、いろんな車がドライバーさんが流れてくると思いますので、まあ、国道13号線が交通規制かかるということはないとは思うんですが、やっぱ交通規制の影響でもしかしたら車の方が国道13号線にこう逃げてくっていうような可能性もあると思いますので、以前お伝えした通り時間に余裕を持ってスタジアムの方に向かわれてください。さあそんな感じでございまして、本当にね声が聞き苦しくて申し訳ありません。次はねホームで同じぐらいのテンションで、そして激アツエールで声をからすまでまた後押しして選手をバックアップしたいと思います。ちょっと今日勝てなかったのが悔しいですけども、もう何だったらホームで我々が選手を勝たせるんだっていうぐらいの勢いの激アツ応援ぶちかまします。次こそ勝ちます。さあそういうわけでございまして、もう何回も言って申し訳ないです、本当にお聞き苦しくて申し訳ないです。次のホーム戦スタジアムに駆けつけられる皆さん、ぜひスタジアムにお越しいただいて一緒に選手に激アツの応援をしましょう。選手は後押ししましょう。本当に長くなって申し訳ありません。こういった形で締めさせていただきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。本当にお聞き苦しくて申し訳ありません。次こそ勝ちましょう。勝って勢いに乗りましょう。では、ありがとうございました。では、